鬼門中の鬼門ですよね。東洋史の内容はピカイチですね。次第を目指す皆さんであってもぜひ手に取ってほしいかなと思います。どうも皆さんこんにちは、世界史講師の伊藤斌です。さて今回のテーマは京都大学の世界史ということで見ていくことにしましょう。さてまず基本情報ですが、京都大学の世界史は4つの大門構成になっています。4つのうち2大2大ですね。前半が東洋史、そして後半が西洋史という形で分かれており、さらに2つの大門ですね、それぞれ300字の論述と、あとはまあいわゆる小門構成の第2門という形でなっています。で、東京大学が比較的そのまあ600字論述などで複数の地域などにまたがったものを見る一方、京都大学の場合はきれいに東洋と西洋とで大まかに分かれているわけですね。まあ、したがってそれぞれの300字の論述でも聞かれる部分っていうのは東京大学に比べれば地域範囲は狭いという見方ができます。一つの地域あるいは一つの民族、これらに焦点を置いたものが多いかなというような印象があります。ではその京都大学の問題のポイントとなる部分ですけれども、特にその社会ですね、社会制度だとか政治構造、こういったものに注意をしておく必要があるかなと思います。でそのテーマっていうのも意外とベタなものが多いです。例えばちょっとこちらを見てみると、例えば2018年ですね、2018年の第3問では十字軍運動の性格と中世ヨーロッパへの影響、あるいは2015年ですね、こちらは共和世紀のローマに生じた変化、まあ、いずれもベタベタのベタです。ですからこのベタベタのベタな部分はしっかりと落とさないで得点をしておきたいという部分にもなります。まあ、ですから東京大学がある意味まあ変化と成立に注意しろと言いましたが、京都大学はとりわけ出来事の背景と影響、つまり前と後ですね、ここに焦点を置いた出題というのが目立つかなというような印象があります。したがって単に出来事そのものを追いかけるのではなく、その出来事がどのような背景から生じ、どのような影響を与えるかという前後にしっかりと注目しておいてほしいです。従来の問題の中では特にまだ見当たらないですけれども、例えば産業革命っていうまあ出来事がありますよね。産業革命の背景ってちゃんと説明できます？さらに産業革命が与えた影響ってなんだか分かります？こういった部分にもしっかりと注目しておきたいです。さてで先ほど見た2つが、まあ、どちらかというと西洋史の内容なんですが、東洋史も負けてはいないです。まあ、特に東洋史における京都学派っていうのが歴史学会にあるんですが、これがまた明治時代からある権威がある学派なんですね。内藤コナンっていう人がいまして、この人がそれこそ闘争変革論であるとか邪馬台国畿内説なんかを唱えているんですが、その伝統があってやっぱり東洋史の内容はまあピカイチですね。例えば2019年の第1問、前近代のマンチュリア、マンチュリアって分かります？満州ですね、いわゆる。あ、これもそうですかね。2007年度の北方民族に対する中国歴代王朝の懐柔と外交政策、北方民族と中国王朝の関係、さらにはモンゴルを中心とした内陸アジアの歴史、こういった部分も京都大学はがっつりと出してきます。でこのまた内陸アジアだとかシルクロードの歴史っていった部分は受験生が大体みんな苦手にするところでもあるんですよね。まあ、ですからそういった面も含めて京都大学は手出しがしづらい、難しいというふうに考えられている部分もあるかなとは思います。でさらにさらになんですが、2022年の第1問、ここで出ました、東南アジアのマラッカ王国の歴史。東南アジアといったらもう受験生にとってはもう鬼門中の鬼門ですよね。でさらにここをマラッカ王国に注目してがっつりと出してきた。今回はマラッカ王国という王国そのものよりも中国やインド、さらには中東までつながるインド洋世界、インド洋貿易や海の道、マリンロードといった部分も見えてこなければいけない、なかなかにハードな問題だったかなというふうに思います。京都大学の場合はもう一つポイントがあって、特に大門の2と4ですね、いわゆるその論述ではない記述式の方なんですが、こちらの内容が次第に準拠した内容にもなっています。単なる基本問題だけではなく、それこそまあ早稲田や慶応といった次第の最高峰でも通じるような、言い方はちょっと悪いかもしれないですが、マニアックめな問題も出てきます。さらには慶応や早稲田でも近年では論述の問題が増えてくる傾向にあります。ですから京都大学の問題をしっかりと練習しておくということは、国立だけではなく次第の対策にも有効かなというふうに私は考えています。ですから東京大学でも別に悪くはないんですけれども、ぜひ京都大学の場合は問題形式、内容ともに次第を目指す皆さんであってもぜひ手に取ってほしいかなと思います。今回は以上になります。受験生の皆さんへ、受験は辛いです。僕は現役、さらに1年間浪人をしてやっとのこと志望校に入れました。ですが受験はどうしても勝負の世界、受かる時もあれば落ちる時もあります。ですから皆さんぜひ悔いのない勉強をしてください。やりきった、これをやってもう十分力を尽くした、そんな経験は人生でも絶対に財産になります。ぜひ悔いのない、後悔をしない受験を心がけてください。